港のエルマジ主役さカタニアテオミナボンジョルノオルティージア青い海シチリアパレルモ地中海ナポリはスレーヌ。お疲れ様です。珍しいですね、銀座で集合。少しだけ涼しくなったら、ちょっと息が青だった。はい。渡り口の当たっちゃねえぞ。ニュース見てねえの？ああ、スポーツ新聞ぐらいは見てますけどね。なんかでっかい事件でもありました？まあ、スポーツ新聞は何で見るの？競馬と風俗？あの阪神の藤浪がすごい久しぶりに勝ったっていうニュースを見てちょっと小躍りしましたけども。やっぱりお前はそのあれが抜けないんだよ。なんかお前大衆食堂にそうなやつらの趣味なんだよ。いいけどな。わかるよ。なんかありましたでっかい事件でも。いやあのよ、はい、銀座で吊るさり事件あったじゃないか。え？吊るさり事件。ありましたっけそんなの。中国人か日本人か外人かわかんないけど、はい、まあ、少なくとも3人以上の男が、まあ、中国籍の資産家かなんかわかんないけど会社役員を催涙ぶちかけて、はい、その銀座の端、まあ、この辺かちょっと裏の方8丁目、はい、で、まあ、車でさらったんだよ。ただその5時間後に事件的ではその千葉のどっかで、はい、まあ、会社は解放されて、はい、うん、で未だにその解放したさらった犯人は逃走中なんだ。まだなるほど、まあ、手を引けとか、あ、なんかわかんないけど警告のための拉致だった。警告のための拉致かもしれないし、確かに命取ってないというところがポイントかもしれないですね。なるほど。外国なんかよくあるんだよ、誰かが高額な絵をそのオークションで落として、はい、それが本当は自分たちの方に来るはずだったんだっていうのを脅かすためにあの絵から手引けとかよ、はい、あるんだよザラに。なるほど、投資家かもしれないし、はい、しかしでもさすが木を見るにピンですね、うん、早速事件があったらこの現場に来て、やっぱりよその時に行かねえと分からないよその感覚が。ニュースだけ見てあだこうだ言ってても、はい、どういう状況で、そしてな、はい、お城の残りが残ってる可能性もありますからね。いいこと言うね、はい、星の残りが、お前それ小説のタイトルになっちゃうぞお前、星の残りが。ちょっと悪くないですか、うん、取られちゃまずいからここピーで言うの。星の残りがいいね。だからこの中撮ってる、すごいセクシーな女性が、お前話になんない。これだけ人がいる、はい、この天下の銀座でこんなカメラも半端じゃないよ、カメラも、はい、こんなとこでやっちゃうんだから、まあよっぽど手慣れた集団か、手慣れてるしよっぽどリスキーな、まあ、プロだよな、はい、もうさ待ち伏せして用意どんでやってたかもしれないですね、うん、出てくるのも分かっててな、はい、うん、それにしたって路駐しとくことだって大変なんだな。確かに銀座ってそうですもんね、路駐してたって目立っちゃうんだから。どう8丁目これまだ5か、こんなもんなんだな。不思議ですね、ドルチャンドガッパーナ。あれしろって何するんですか。若い子の間でもスペシャルバズってるよ。君のドルチャンドガッパーナの香水がどうたらこうたらって歌が、はい、バズってるんだよ。あドルチャンドガッパーナがなんたらかんたら、はい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 、この踊る側だろ。もう中入れないですよ、怖くて。そのとこ、あ、私なんかもうドレスコードで一発で引っかかりそうですから。お前は引っかかり悪いけど、はい、お前は絶対引っかかる、はい、さっきお前俺はさすがだなと思った一コマがあったんで。どうしました。電車の中でよ、はい、まあ、今日に始まったことじゃねえんだけど、はい、以前もそうなんだけど、はい、電車の中でお前が俺の横でスマートフォンかざすとよ、反対側に座ってる女の人が盗撮されてんじゃねえかって顔するんだよ。あれには参ったよ俺も。一緒に来たのバレちゃったじゃないですか今のエピソードで。一緒に銀座で来たってことバレちゃったじゃないですか森田さん。あれには俺も参ったよ。私も参りましたよ。俺はそんな顔されねえから絶対、別にスマホ取り出したぐらいじゃん。そこはさすがのお前だよ。正面の女性を、正面の女性がビビるんだから。
携帯睨んでたぞ。悪いことしちゃいました。そうそうそう、あ、じゃあ撮った写真のせいか、織田さんに見せびらかしてるように見えたんですかね。そうそうそう、はあ、悪いことしちゃいました。撮れちゃいましたよね、パンチが。久しぶりに褒めてくれるのことはそういうことですか。しかしすごいな。確かに外人は中道だな。中道、中道何なんですか。あっちがロジェデブイで、へえ、大したあれじゃねえよ。こんなお前ハイブランドだったり、こんな高級時計のブランドが綺麗だな。はい、とんでもなく詳細な細かいとこまで解析するようなカメラがあるはずなんだ。はい、はっきり言って、ここすごいですね、高級時計の。あ、ジャガーレクルト、タグホイヤーとオメガ、高級時計がいっぱいあって。そういえば私にあの高級時計をプレゼントしてくれるという話は、じゃあちょっと待ってて。お前いいよ、ジャガーレクルトとかよ。今ふと思い出しました。これ好きなんだよ、このカップルガレーからジャガーレクルト。レザーバンドがかっこいいよな。ランゲゾーネっていうのは俺はちょっと合わない。へえ。結局よ、いいものっていうのは絶対人と丸かぶりするんじゃねえか。確かに、その時点でもう興味が薄れるんだよ。はい、俺もお前に一個当てられてやると思ったんだけど、あ、ちょ、なんだよここ。イルカ撮ってみる。なんだこれ、すごいな。おお、ちょっとこれ撮ってみる。織田さんの好きそうなものが集まってますね、ここ。これちょっとうちのカミさんが好きそうだろ、これ。はい、めでたいぞ、これ金のゴールデン獅子舞みたいな。これ欲しいな、これ。これだよ。どこに飾るんですか、これ。いや、まあいいじゃん、これ最高だよ。自転車のカゴの中に入れちゃったりしたかし。慣れてんのかな。なあ、お前盗撮やろう。ドルチェ&ガッバーナでしたっけ。もういいですけど、ジュンシー&レイコっていうブランド使うとどうですか。お前今日冴えてるね。はい、いや、冴えてるよ。はい、ただもう、はい、ちょっと分かってないな。あ、違いますか。レイコ&ジュンシーだ。あ、すいません。普通話になるだろ。ザブと間違え、そうですね、順番間違えたら射殺だよ、命取りですね。いい通りがあった。お、いいね、神田正輝が着そうなスーツです。ああ、いい通りがあったんですか。いい通りがあった。あ、これか、いいだろ。おお、いいですね。これ、まあ、さっきのところに戻っちゃうから、ね、あえて行かねえけど、この路地が好きだから。はい、まだまだありますよ、多分こっちの小傷だったんじゃないでしょうか。 いちいちおしゃれだな、なんか、ね、はい、だって逆にこう危機意識がないというかよ。はい、みんなボーっとしてますよね。うん、金持ちどもだから、あの、自分で戦おうとしねえから、金持ちは。はい、喧嘩せずで、なんかあったらその金払って守ってもらおうっていう発想だから、はい、あんまないんだよ。なるほど、部屋ボケしちゃってるってことですね。ボケとしてなかったら車でさらわれねえ。はい、さらわれたら終われないぞと思った方がいい。はい、腕なんか縛られたらどうするんだよ。いやー、もう手も足も出ないっていうのはこのことで、もう、泣き叫ぶと思います、ただひたすらに。確かに確かに、俺だったらそんなの瞬時にあの、あれしてやる。そのうちでっかいプロファイリングのこの看板を銀座にも掲げたいや。確かに。お、なんかインタビューやってる。これ貼ってらねえかし。プロファイラー募集中なんつってデカデカと貼りたいですね。そうそうそう。サブカメラマンも随時募集中なんですね。そうそうそう。
でっかくよ。トラックいくらぐらいするんだよ、トラックの広告。あれは安くないと思いますよ、うん、あの街中走り回ってるやつですよね、うん、あれちょっとスポンサー募集するよ。プロファイリングのようちょっとトラックを街に走らしたいじゃないですか。人気落ちると思いますよ。やかましいっすね。バカにしてんだろ。いや、バカにしてないですけど。お前渋谷は新宿あたりでバーッと来て、お前信号待ちかなんかでシチリアの夜明けが流れてよ、いいだろう。あ、曲自体はすごくいいと思う。シチリアが流れてよ、バーンとお前と俺のヘリクだって、お前とよ俺の、まあれ取っとけって吹き出しでよ、バーンって、はい、いいだろう。どうだよ銀座は。いやちょっと馴染まないです、正直なとこ。うん、お前はな、はい、いや、お前なんかその銀座来たとこでよ、このドトールコーヒーとかサンマルク行くのが関の山だろ。はい、まあそのうちよ、姉ちゃんとまでは言わねえけど、はい、姉ちゃんいなくても普通の飲み屋ぐらいは行けるようにしてやるから。本当ですか。あ、もう当たり前じゃん。さっきの今回の銀座で起きた 山を再現しようと思って頭で考えたんだ。ええ、結果まあ、車もなければ、そのさらった時に催涙スプレーで男たちはその社長だから役員さらったっていうんだけど、催涙までは手に入んなかったから、うん、一応この今買ってきたんだよ、このガムテープ。あ、なるほど。これで急に街中でバッと押さえ込まれて縛られた時に、はい、どうすればいいのかって言ったのよ。え、実践してくださるんですか。まあ、こんなもん本当瞬間だよ。え、あ、堀田さんをぐるぐる巻きしてよろしいですか。やるやる。いやそんなそんなできるんですか。パッと抜けられるんですか。抜けるけど多分な、やったことねえけど、はい、俺のイメージではね、こんなもんさっと。あ、じゃあ早速お言葉で甘えて。そうだな。いや堀田さん、お言葉で甘えてちょっと俺結構やったな。はい、ちょっと後ろ手に、いわゆる後ろ手に結ぶっていう状態にさせていただきました。あ、これでも堀田さんこう、うん、どうとでもなると。ん、はあ、おかしいな。あれ、さっき戦えるっておっしゃってたじゃないですか。え、こんなのすぐだよ、その後。フリタさん、すごい額にすごい汗が。さすがにフランクブラの前で、まあ、さっき、はい、ボーイに、はい、ボーイというか黒服がこっちを不審な目で見てる。お前この、あ、ちょっと待てよ。さては枝を使って切ってるんですか。いや、枝は使ってねえけど、こんなの。これで、ウリタさん、紙とテープじゃなくて布テープなんで、結構難儀すると思います。うん、全然型なしじゃないですか、ウリタさん。ちょっと撤回しようかな。人目尽くし、ちょっと撤回しようかな。正直この状態だったら私でも勝てんじゃないかなって。例えばこうやってロー入れちゃったりとかしてロー入れちゃったりとかして、こうやって、なんだったら舐めてんのかもね。おい